ここは玄海町の近川地区です。里山の風景が哀愁を漂わせています。稲刈り跡の棚田が見えます。日本のどこでも目にすることができる農村の風景です。里山の風景が広がる近川地。この集落は石工の里として発展してきた集落なのだそうです。その発展の歴史を紐解くと、豊臣秀吉が名古屋城を築城した時代まで遡ることになります。全国から参集した諸大名の陣屋作りにも多くの石工たちが呼び集められました。佐賀鍋島藩も県内最高の技術水準を誇った牛津戸川の石工集団を派遣、石垣作りなどで指導的な役割を果たし、一方では全国の優れた技術を吸収していきます。秀吉の野望がついえた後、それらの集団が近川地に土着し、石材加工の中心的役割を果たしていきます。近川地の石工集団は唐津城築城や松浦川大改修の際も石垣工事などに携わったとみられています。その後、石工たちは鳥居、狛犬、五輪塔、石仏など宗教関連の石造物のほか、地元の農民とともに傾斜地に石垣を築き、棚田を作り、田畑を造成し、生産向上にも貢献していくのです。近川地集落に点在する民家に目をやると、いかにも古そうな石垣が見られます。よく見ると石垣の積み方が違うのが分かります。石工集団が果たした成果は、生活の中に溶け込み、人々の生活を支えていきます。